皆さんこんにちは、ドルマ屋六代目です。今日は、久しぶりかな、着物をね洗い張りして傘に仕立て直すっていう注文をね、2本同時にいただいて、でその2本が出来上がってきたので、今日はそちらを紹介したいと思います。はい、まず1本目、じゃーん。これね、もともとグレーのアマゴートだったんですよ。で、これ傘にしたいっていうことでこんな感じになりましたよ。じゃーん。内側はね赤いの、これ裏地が赤だったんで、裏地っていうかまあ色がね両面で反転する生地だったんで、こんな感じのね、いいっしょこれ傘らしいよねこれね、感じの傘が一つと、から2本目、こっちはね、訪問着まつげ下げから、傘にしたので柄が豪華になっております。じゃん、こんな感じですね。コロ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 、じゃんと、こんな感じでね、傘2本になっております。とりゃー、まあ、着物をね、まあ、傘にする賛否両論あるような気もするんですが、もう絶対着ないとかね、まあ、タンスの肥やしでこのまま置いておくのもっていう着物の生かし方としては、まあ、ありなんじゃないかなと僕は思って提案しております。はい、まあ、昔はね、まあ、着物ってだんだんと形を変えてさ、浴衣とかは最後はこう赤ちゃんの横を締めになったとか聞くんですけどね。はい、まあいろいろと生地を長く使うっていう意味ではまあ悪くないんじゃないかなと思っております。はい、ということで、今日は着物から傘を仕立てた事例を2本同時に紹介させていただきました。一応お二人に許可取ってあるんで、まあ、あんまり許可足らずに載せちゃうことも多いんですけど、まあ、傘はね、なんていうのかな、目立つんで違うか。はい、ということで、着物を傘にした事例でした。ご要望ありましたら LINE ください。さよなら。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では着物の丸洗い染み抜きをはじめ仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。